パブロシー・グレルは、アルゼンチン出身のグラミー賞受賞作曲家、編曲家、ピアニスト。米国ニューヨークを拠点に活動している。名門ブエノス・アイレス音楽院で金賞を受賞、主席で卒業。14歳で、クラシックピアニストとしてデビューする。ガリア・シャルフマンとアドリアン・モレーノにピアノを、ヘラルド・ガンディニとフランシスコ・クロ・プルフに、作曲法を学んだ。 作曲家として、映画、タコス・アルトス、ドラマ映画、アディオス・ホベルト、演劇、ポルボ・デ・エストレージャス、テレビシリーズ、ラノーチェ・デロース・グランデス、バレエ、コマーシャル等の作曲を数々手掛け、演劇、トライシオンの作曲で、アルゼンチンのアルレキン最優秀作曲賞を受賞する。当時、アルゼンチンで絶賛されていたパブロ・シー・イーグレルトリオの評判を聞きつけ、 クラシックピアニストとしてビルトゥオーゾかつジャズの即興の才用を持つピアニストを探していた単語の革命児、アストルピアソラに、アストルピアソラ50相談のメンバーとして招かれる。1978年から1989年の死の引退まで10年余り巨匠を支え、ピアニストとしてヨーロッパを中心とする世界ツアーに参加し、オーケストラとの公演にも出演。 ピアソラ50相談の音楽的発展に大きな影響を与える。ピアソラの黄金時代にリリースされたゼロアワー、ラコモラ、ザ・セントラル・パーク・コンセール、ライブ・エイティ・ザ、モントリオール・ジャズ・フェスティバル等にも参加する。1990年にパブロ・シー・イグレル四重相談を立ち上げる。イタリア人歌手ミルバ、メゾ・ソプラノ歌手デニーズ・グレーブス、テノール歌手、指揮者、 プラシド・ドミンゴをはじめ、バレエダンサーのフリオ・ボッカ、ポール・テーラー・ダンス・カンパニー等のバレエ団、ゲイリー・バートン、ブランフォード・マルサリス、パキート・デ・リベラ、レジーナ・カーター、ケニー・ギャレット等ジャズ・アーティストとの共演を重ねるほか、オルフェウス室内還元楽団、ロイヤル・フィル・ハーモニー還元楽団、シドニー公共楽団、トルコ国立大統領公共楽団、コロラド公共楽団をはじめ世界を代表する、 オーケストラと共演を果たす。二千十二年には、シーグレル編曲版、ブエノスアイレスの式日本初演が、東京オペラシティ文化財団主催にて、オーケストラ編成で上演される。二千十六年には、横浜芸術振興財団、横浜農楽堂による移植で、新作、十二オラス重なる瞬間を、尺八、こと、ピアノ、バンドネオン、弦楽五十奏和田楽器、 ドラムのために作曲し、港未来ホールにて、藤原道三、奥田雅楽の一位をゲストに、世界初演。作品は、日本伝統音楽とアルゼンチンのヌエボタンごとの、壮大なクロスオーバーを遂げたことで絶賛される。教育者としても、ニューイングランド音楽院、バークリー音楽大学、インディアナ大学、ハーバード大学等、ヨーロッパ、北米、南米、アジアで、 更新の育成にも力を注いでいる。1996年にエマニュエル・ワックスと二大ピアノ共演アルバム、ロス・タンゲーロスをリリースし、ピアソラブームの先駆けとなる。1998年にオルフェウス管弦楽団とタンゴロマンスをリリースし、オーケストラ版のピアソラ及びシーグレル作品を発表。2005年には南米出身ギタリストの最高峰。 キケシネシとバンドネオン奏者、ウォルター・カストロとのアルバム、バホセロでラテングラミー賞を受賞。2008年にリリースされた、ブエノスアイレス・レポートでは同賞にノミネートされる。2011年にソニークラシカルからリリースされた、バリトンオペラ歌手、アーウィン・シュロットのロホタン語では、音楽監督及びピアニストとして参加し、ドイツのエコークラシカル賞を受賞。 2013年に、オランダのメトロポールオーケストラと共演 CD、アムステルダムミーツニュータンゴでラテングラミー賞にノミネートされる。2018年に、米国で活動する自身のトリオの初、レコーディングアルバム、ジャズタンゴで、第60回グラミー賞最優秀ラテンジャズアルバムを受賞する。パブロシー・グレルは、スタインウェイアーティスト、ニューオーリンズ名誉市民であり、 米国ボストン市及びスミソニアン博物館よりアルゼンチン音楽の普及に貢献したことにより表彰されているアストルピアソラクインテットありがとうございます。